方、ベルギー一部、1試合に日本人が9人、ベルギーメディア、誰も得しない。ベルギー一部リーグでは、多くの日本人選手がプレイしている。こうした状況を好ましいとしない指摘が、同国メディア、フモ、から飛び出した。同メディアは、2日のシントトロイデンとコルトレイクの対戦をピックアップ。前者はゴールキーパー国母レオブライアン、ディフェンダー谷口翔吾、ミッドフィルダー伊藤亮太郎、DF 小川亮也、MF 山本リヒト、MF 藤田譲ゆきま、コルトレイクからは MF 高峰智樹、MF 金子拓郎、DF 藤井春也の日本人級選手が先発した。この状況を踏まえ、この試合を10点満点中3点と独自採点。理由については、ベルギーのサッカー場にこれほど多くの日本人がいても誰も得をしないからだと説明した。ミッドフィルダー遠藤航、リバプール、ディフェンダー富安健弘、アーセナル、派、シントトロイデン移籍を足がかかりにビッグクラブ入りを実現させた。ベルギーでは日本企業が経営権を持つシントトロイデン以外にも、日本人を獲得するクラブは少なくないが、現地では必ずしも歓迎ムードばかりではないようだ。スポンサー移籍で羽言われても仕方ない。いずれこういうニュースが出るってのはみんな想像してた。いえ、日本人が得をしてるんで。強豪ならともかく弱いからそう言われるわ。まあ、逆の立場ならわかるわな。ぶっちゃけ、トップ5リーグからかな。悔しかったら日本人押しのけて出場してみろよ、ベルギー人。このチームの順位はどのくらいなの？そこそこ強かったらそれはベルギーリーグの問題やろ。見たらブービーじゃねえか。くっそ弱いじゃん。この成績だと完全にビジネス目的か？日本人選手を獲得して失敗しても J リーグクラブが元の移籍金かそれ以上の額で引き取ってくれるからリスクがない転売商品だとベルギーのクラブが堂々と公言してるからな。一つの形じゃないか嫌なら締め出すルール作ればいいだけ。そうしたら別のルート作るだろうしね。最近イングランド2部行きがトレンドだしもうベルギー経由する必要なくねって。外国人枠を徹底した上に外資に買われたならこういう状況もあり得るってことだ。いよいよベルギー人もブチ切れてきたか。今までシントと見ててもサポーターは不満に思わないのかと思ってたわ。いくらなんでも多すぎる節度ってやつを考えろよ DMM。 ベルギーのリーグなんだから客が楽しめるような配慮はしろよ。ファンザの AV フリーパスを地元の男に配れよ DMM は好感度一気にアップするわ。